加藤茂三郎昭和8年6月19日は、明治後期から大正にかけての日本の政治家、第6代名古屋市長や衆議院議員を務めた、現在の名古屋市出身。文久2年5月29日、高木鉄蔵の次男として生まれる。1880年に加藤成明の養子となり、1883年8月に加藤家を相続した、高木や 加藤やもに、終わり藩士の家である。明治維新後は一時巡査を務めたが、上京して、明治大学の前卒業後、1885年12月に、司法省御用係となり、浦和市裁判所に着任。1890年10月新潟地方、裁判所検事に任ぜられ、その後長岡区裁判所判事、高田区裁判所判事などを経て1895年には、 台湾総督府法院法案に就任。移行台湾総督府で副市委員長、同高等法院法案を歴任した。1897年11月、高等法院長、高野武の里と共に辞職、郷里の名古屋市に帰って弁護士として開業した。弁護士としては後に名古屋弁護士会会長に挙げられている。 名古屋市長時代の加藤茂三郎1898年10月、名古屋市会議員に初当選。1904年10月の満期改選でも当選した。その間の1903年4月、第7代名古屋市会議長に就任し、1905年1月まで在任している。1906年6月27日、青山明の公認として、第6代名古屋市長に就任した。 5年の在職中、厚田町の合併、区の設置、新堀川の改削、上下水道の整備、第10回関西府県連合共進会、名古屋外府300年記念祭の開催などを手掛けた。在職中は、愛知県知事下の13、名古屋商業会議所会頭、奥田雅香と緊密に連携し、その関係は三角同盟と称された。1910年、 名古屋市の電力会社名古屋電灯と奥田が社長を務める振興の電力会社名古屋電力の合併問題が起こると加藤は知事の深野と共に合併の仲介にあたる合併成立後資本金1600万円の大会社となった名古屋電灯では開業間もない1891年以来設置されていなかった社長職を再設置することとなり加藤を会社に招聘した 加藤はまず1911年6月28日の株主総会にて取締役に選出される。ついで7月3日付で市長を退任。2日後の5日に名古屋伝統取締役社長に就任した。しかし1913年、大須にあった遊郭、朝日暮れはの一点をめぐって、名古屋土地取締役、金松博や地主の渡辺淳吉、衆議院議員 安藤俊幸らと共謀して、不動産会社の名古屋土地株式会社から金銭を騙し取ったとして起訴された。この義国事件により、同年12月加藤も、懲役刑の判決が下るが、翌1914年6月の控訴審で無罪となった。その間の1913年12月3日、加藤は名古屋伝統取締役社長を辞任。 社務を取れなくなった加藤に代わり同年9月から社長代理となっていた常務の福沢桃介が公認社長となった。1917年10月、名古屋市会議員に復帰し、1921年10月まで一期4年、務めた。その間の1920年5月10日に行われた第14回衆議院議員総選挙に、立憲声優会公認、愛知県第1区より出馬し、 当選、衆議院議員となった。衆議院では1921年12月に懲罰委員長、1923年12月に決算委員長に選出されている。また衆議院議員在任中の1921年時点では、石川鉄道社長や東海道電機、鉄道取締役にも名を連ねる。1924年1月、立憲声優会が分裂して、 声優本党が決闘されると同等に移る。同年5月10日実施の第15回総選挙では、愛知県第1区から声優本党公認で出馬するが落選した。翌1925年10月、名古屋市会議員に4度目の当選を果たし、1929年10月の満期まで一期4年在任した。その4年後の1933年6月19日に死去。 70歳没、ありがとうございます。